教大たちよ、イエス・キリストははっきり私たちにこの40日間の間にどこへ向かっているということを示してくださいます。断食、祈り、施し、この三つの武器は何のためであるかをはっきり今日の福音に現れます。イエス・キリストは私たちをどれほど愛しているかを今日の御言葉に表れます。示してくださいます。エルサレムに行きます。そちらでは非常に苦しまなければならない。イエス・キリストだけではない人たちよ。イエス・キリストは先頭に四旬節の間にも歩んでいますが、私たちは彼の弟子であるから同じような運命に参加しています。私たちはあんまりそれを分かりたくない。けど、イエス・キリストは愛を持って私たちに示す。私は苦しむだろう。私は軽蔑されるだろう。私は追い出されるだろう。受け入れられないだろう。軽蔑されるというかね、追い出されるというか、ギリシャ語の言葉はね、コインが、その時代のコインは本物であるかどうか試すこと。その意味です。金であれば、火に入れて、本当の金であれば、そのまま残るね。でなければ、溶けられても本当に本物ではないということ、すぐ現れます。本当にこのコインには価値があるかどうか、このコインでは品物を払うことができるかどうか、税金などを払うことができるかどうか、試すためには、この銅紙が使います。軽蔑される。イエス・キリストは、本当のコインであれば、本当のお金のコインであれば、彼が私たちの救いのために命をかけながら払うことはできます。私たちを買うことはできます。私たちの人生、私たちの魂を買うことができる。だから、どうしても試練にイエス・キリストは入らなければならなかった。私たちは多分まだまだ神のご計画は何であるかを分からなかった、知らなかったもん。でも、私たちがイエス・キリストに従って行くのは、私たち、まず私たちが救われるためです。弟子たちはそれを気づかなかったと思う。イエス・キリストの言葉には、彼らの考え方、密かな考え方、裏にあった考え方がバレる。例え、人間は全てを手に入れていても、全ての国、全ての権利、全てのお金、富などを手に入れても、何に役に立つのか。成功を得るために、自分の魂を失うならば、自分を失うならば、何のためですか？役に立つことではないでしょう。だから、弟子たちが私たちと同じように、自分の心の中にあった目的、考え方を多分まだ知らない、まだ知らなかった。だから、キリストははっきり何回も私たちにそれを言ってます。私は、そしてあなた方が私について聞くのは、まずあなた方が救われるため。そして、あなた方を救われるだけではなく、すべての人々を救われるためです。だけど、あなた方は、みんなのために、発砲を通して、自分の中に、自分の身に、自分の人生に経験しない限り、救いはあっても、人々の自由に現れることはできない。人々をその救いに入るように、その救いを受け入れるように呼ぶことはできない。あなた方は使徒であるから。四旬節は私たちの準備でもあります。まず、イエス・キリストとの婚約時期、婚約期間です。彼の親しみを深めるため、彼を知るため、自分を知り、彼を知る。そのために、まず、基本的に、四旬節は私たちに与えられます。四旬節は、地上を歩んでいる間の時期、期間のイメージです。復活節は、天国に私たちが永遠に生きる、その永遠の時間のイメージです。で、真ん中には、イエス・キリストの死と復活の神秘、過ぎ越しの神秘、結婚。だから私たちの人生一生が結婚。つまり私たちが死んだ時の最も大切な結婚の準備です。同時に私たちがその結婚のために準備すると同時に私たちが宣教師として、証し人として、使徒として準備する。イエス・キリストに準備されます。イエス・キリストは私たちを導いて、私たちを連れて、引っ張っていることによって、私たちにいろんなことを説明する、教えてくださる。そして、私たちに彼の愛、彼の死と復活の神秘のもっと深いの意味を示し、経験させます。だから、この四旬節はどれほど大切であるか。
私たちが自分を救う。自分自身を救う。あなたが本当にキリストに従いたい。もし誰かが私について来たければ、あなたが本当にイエスキリストに従いたい。呼ばれるのは呼ばれるけど、あなたが本当にキリストに従いたい。本当に自分の救いを経験したい。救われたい。そして自分のためだけではなく、多くの人々のために救いを経験したいんですか？この使命があなたに当たるということをちょっとだけ分かっているんですか？それに呼ばれている召されているということを認めていますか？そうだったら、まず自分を救う。自分自身、自分の考え方、自分の判断、自分の価値観、偶像などに、いいえと言いなさい。退け。自分にはまだ悪魔に縛られている、悪魔に騙されている部分を殺せ。悪魔の偽りにいいえと言わないなさい。これ毎日の歩みです。イエス・キリストは私たちに代わって先頭に悪魔にいいえ、退け。退けと言いながら歩んでいます。私たちはこの退けというイエス・キリストの言葉を取って、その言葉を自分の言葉にして歩む。毎日、十字架を背負う、難しい。毎日、私たちに与えられている不安、不満、難しさ。人々との関係の難しさ。人々に愛されないとこと。人々に非難されること。奥さん、あるいは主人が自分を大事にされないとき、理解されないとき。両親がなかなかあなたのことをわからないとき、厳しくあなたを責める。あなたが本当にそれを認めにくいでしょ。失敗したとき、自分の弱さが現れるとき、根気があなたの肉に入るとき、病気、お金の問題、仕事の問題、学校の問題、勉強の苦労さ、仕事の苦労、苦労とか、それは全てを受け入れる。自分でできないから、イエス・キリストに従う。別の言葉で言えば、イエス・キリストに従うので、十字架を背負うことができる。どうして？その十字架は彼の十字架、彼の首引きです。その中には、私たちが準備されます。歩みの流れでは、ますます、私たちは自分が愛される、自分が救われる、キリストが私を愛する。命をかけながら、失いながら、命と言ったら、ギリシャ語の言葉、ビオスという言葉がね、科学的な命というね、すべて私たちを十字架に貼り付けられることによって、命を失う。すべて、私たちはすべて。その中には、イエス・キリストがあなたの命であるということ、ということを決定する。つまり、すべてがあなたに喜び、幸せ、完成を与えられないということを経験したところでは、イエス・キリストがあなたのすべてであるということを経験する。これは救いです。キリストの死と復活の神秘、あなたの死と復活の神秘。キリストはすべてを捨てた、すべてを失ったが、永遠の命を得られた。私たちのために得てくださった。そして私たちに与えます。イエス・キリストに従いたい。今日の日に、イエス・キリストにしっかり結び、断食、祈り、施しをすることによって、あなただけ、あなたと一体となりたい。あなたとしっかり結びたい。その親しみを深めながら歩む。そしてイエス・キリストが私たちの富、私たちのすべて、私たちをそのまま愛し、私たちを救い出す、すべてを経験することができます。